はい、皆さん、僕はチャコミチンです。料理編ということで、時間早いんでのんびりやっていこうと思います。今日は屋根のある場所で夜ご飯食べるので、竹ぼうきね、持ってきて来た時より綺麗にしていきたいと思います。ご飯の準備をしていましたら、視聴者さんが来てくれまして、岐阜の名産、栗きんとん。星ドラのご当地ご飯、もう岐阜は栗きんとんなんですよ。え、あれや、そうなの。一度もお二人に振る舞ったことがないので初めて聞きましたよね、ちょっと入れ物からしてお高級ですよ、もう絶対に食べちゃいましょうよ。食べちゃいましょう、行きましょうよ、これ、はい、これはすごいですよ。いやちょっと食べますよ、思ったとも違う。手で、はい、もう手でいきましょう、もう手で、あ、ワイルドに焼こう、はい、柔らかいですよ、すごい栗の味だと思いますので。もちまで入っほら、やっぱそうでしょ。甘栗、はいはい、苦労して剥くまで、苦労して、その先に甘みがあるやん。あるよね。楽してすげえ甘みに到達できてる、これ。すげえ、栗きんとんじゃなくて、これやばもちもちって言っとったよな、これやばい、もちやだん、やば。栗こもちは僕は食べたことないですね。あれやん、きんとんだと思った。いただきます。はい、いや、びっくりした、これ東京に染まるわおいしい、もち柔らかい、やっけ。違うのよ、思ってたのとちょっと、うん、いや、元気出てきますね、甘みがいたうまっ。プレートを作ってきた方なんですよね、作ってくれた方なんですね。そうです、ちょうどこう宣伝にはなるということです。ウームキャンプ部の胃袋も支えてくれてるともう持って行ってくれんのかな。なくなっちゃった。またそんなずずしいこと言っちゃって。ごちそうさま。これ美味しいわ。美味しいですね。買って帰りたいですね。日が落ちてきましたんで、横越から順番にやっていきましょう。よし、じゃあやっていきましょう。イエイ。バナナみたいな。ああ、うまぎから行くのね。こいつらは？そいつらは間に差し込みますよ。あ、差し込むんですね。おお、反りがすごいね。反り立ってるね、おまぎさん。おまぎさん。おば反りがすごい。天気が。はい。オッケー。ファイヤー。本当はね、着火剤を入れたかったんですけど、着火剤を入れるの忘れました。今古いんじゃないか。ちょっとだけ組ませていただきますよ。いい方法があるんです。まず下のやつをボーボーにして上を乗せていくっていう方法がバーベキュー検定ではね、はい、バーベキュー検定持ってるんですか。はい、合格した後のあれ払ってないんで受かっただけっていう事実が。ごめんなさい、はい、まだ今からでも間に合いますかね。間に合いますよ間に合いますかね。キャンプファイヤーみたいな、はい、組んでますね。まずはね、まず火がつかないと話にならないんで、こっからですね。はい、良くなってまいりました。ここからですね。コミさん、はい、大丈夫だな、これ長すぎるやつはね、ちょっとパッと折っていただいて、あとは上昇気流で燃えていくと。炎上得意なんで、そうですね、炎上太郎でもね、火をつけるのはね、あっちまですよ上太郎さん、はい、上太郎さん、火をつけるのはね、あっちまですからね、はい、よいしょ、地獄の豪華がね、出来上がりましたので、早速調理していきましょう。よいしょ、うわー、赤い、赤っ。まずはね、消毒を、消毒ね、よいしょ。高級食材ですね、ご紹介しましょう。えー、え、おっとえ、メロン、マスクメロンだ。いや、ちょっと違いますね。ちょっと違う、てってれー、はっばダチョウの卵何持ってきてるの。これダチョウの卵です。変な人ばっかりだな、ダチョウだいぶ冷たいですね。ちょっと待って、想像以上の重たい。めっちゃ冷たいね、この保冷剤。ロゴスが本気出しすぎまして、これを巨大フライパンでやりたいんですけど、うん、卵だけっていうのも寂しいので。そうだよ、ええ、買ってきました。ダメよ、卵だけじゃいや、これ買いすぎでしょ、これいくら使ったの、これで。これだって200円とか。あ、嘘、めちゃ、はい、え、めちゃくちゃ安いっすね。うそよ、ぶっといいベーコンね。いや、なんかステーキ大量に。ベーコン800円ぐらいするかと思った。はい、ベーコンエッグですね、目玉焼き。特大ベーコンエッグ、楽天で世界一でかいダチョウの卵で
出てたんで、ダチョウの卵の中でも大きい卵だと思います。はい、ベーコンをね、はい、ほら、分厚い。すげえ。半分に切るのね。薄切りの方法が分からんもんね、これ。そうですね、うん、すごい切り方してるな。うわいいですよ。いいですね。ありがとうございます。はい、もう1ベーコン、はい、もう2ベーコンですね。次は、はい、卵の殻割りですね。はい、やっていきたいと思います。はい、大先輩であるセイキンさんの動画を見て予習してきましたから、はい、ありゃ見といたら間違いないです。セイキンさんのチャンネルは、はい、丸を書いてですね、はい、この辺を、まあ、削りますよっていう意思表示をしてからやっていくらしいんですけど、はい、今回のペンがないので、セイキンさんの教え守らなくていいんですか。早速心は、はい、セイキンさんと共にあるので、はい、こっちでいきますか。はい、ね、殻がでも入っちゃいないか。あ、これもうちょっと割らんとしんどいんじゃない？これ料理してるんですよね。これ今、これ料理の下準備ですね。上、粉がね、いっぱいありますので、はい、ちょっといっぱい、はい、落としてちょっといいですか。はい、今横でね、もう、フライパンが煮えたぎってます。あー、こっちはね、もう煮えたぎってますね。準備大丈夫ですかね。これ一応貫通はしてない。貫通しないですね。うわ、強いね、やっぱり皮膚が。2層ぐらいあるんですね。1層、2層、ほらあるんですよ。薄皮がもう薄くないんですね。関西のおじさんがいい仕事してますね。まだまだ、ちょっと綺麗に粉がね、こう入んないように、はい、はいはい。あ、で結構、あっ、ちょっともう、ちょっとベーコンもさ、それ大きすぎて。ちょっと待って、ペチャンに言うてるやん。ベーコン、ペチャンに下に引っかかる。煮物みたいな。はい、そこの横に兄弟をね、落としてあげてください。そうですね。すごい、なんか、待って、なんか膨れ上がってきたんだけど。ちょっとお母さんが生まれる。お母さん生まれる。お母さんが生まれる。ちょっと、なにこれ、泡だって。何、潰した方がよくね、それ。何、煮切り潰すみたいな感じ。早いうちに潰した方がいいんじゃない。これ、卵の座を見てよ、これ。よくわからん。なんかね、ほくろみたいな感じ。あ、じゃあ、いい？はい、お願いします。めっちゃ柔らかい。抜けてきますね。これ大事な作業ですよ。気持ちいい。はい、これ大事な作業ですか。これ半熟感すごいんですけど。いや、すげえ。あ、匂いがほんまにダチョウやな。もうちょっと違うの。違う。今寒いからさ、蓋せんたかんだじゃない。オッケー。そうですね。あ、でも上煮えてきたね。そう。もうだから、よし、アルミホイル行けば、これ、うん、せーの、落とし蓋。まあ、今でしばらくいいね、うん、はい、うん、見ていただいて、いや、完成を。お疲れ様です。できましたよ、これ多分。できましたか。できましたね。なんかちょっとお願いします、開封モード。はい、オープン。うわー、なにこの夢で見えないんやけど。ちょっとごめんなさい、そう、見えないんやけど。すごい水分。ちょっと、黄身がさ、色くなってるんだけど。一番美味しそうなのいる。ほら。これオッケーでいいんですか。あ、でもすごいベーコンとか美味しそう。そうです、ベーコンちょっと一回ひっくり返したいですね。おーおーおー、これほら、皆さん、意外とこれがほら、意外とこれが、はい、クレープのような仕上がりになっております。茶色いウォーターが出てるのが何、ね、旨味ですよ。なるほど、茶色いウォーター。茶色いウォーター出てるからちょっと見えてる、押さえてください。 あ、見えるかもしれない。真ん中の方お願いします。あ、湯気ったわ。見えた。これですね。獣臭というか、やっぱちょっと違う感じがしますね。はい、癖が強いということで、はい、クレイジーソルトね。あ、クレイジーいいですね。やるね。はいはい、なんか雑にかけるですね。いいですね、ワイルドで、うん、黒胡椒をかけとけばね、やっぱ何でも。クレイジーですね。うち醤油派なんで、はい、それ嬉しいですね。醤油派なんで、
なんかピーって ダチョウの卵の目玉焼き完成ですね。ダーダー違う、やーやーやーいただきたいと思います、はい、まずね、はい、まずベーコンね、ベーコンから、はい、いただきたい。まずベーコン、あんなに小さく見えたベーコンやっぱでかいんすよ、はい、でかい、やっぱりでかいんですよ。白身、なんかちょっとゼリーっぽいですね、なんかね、変な透明感があるよね。いただきます。はい、わ、まずね、まずベーコンまずベーコンはベーコンでしょ、それでもなんか、うん、違います。もうちょっと焼きたいかなっていう白身の下でやっぱね、なんか白身の上に乗ってたので、まず白身ですね、白身、はい、いただきます。はい、あ、え、でも味そんな変わんない、白身は白身ですね。ちょっと焦げたのかな、苦味がありますね。あ、なるほど、うん、え、そんなに味変わんないですよ。あ、そうですか。はい、ほんと量が多いだけっていう感じ。あ、普通の黄身、ノーマル黄身、食べ比べお願いします。黄身茶いただきます。うん、食べ慣れてる。そうですね、味はしますね、慣れてますからね。うん、ダチョウはやっぱちょっとに、あ、でも苦い、焦げですね、苦っ。こっちから見るとほら、見て、残念、残念な焦げ方、やりすぎちゃってる。あー、焦げてるね。一旦避けて、はいはいはい、そう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 、これ番組さんって実食テイスティング、先輩方差し置いて、食べていいですか。うまい、本当、なんか申し訳ないですね。ベーコンうま、ベーコンうま、言うてみる、ベーコンうまい、普通の卵サイズ、はいはいはい、ね、はい、この辺結構あの白身がいい感じに、はい、いい感じなんです、はい、プルプルしますね、ゼラチン状ですよね。なんか違う、本当にちょっと違うんだよね、うん、こんな感じの白さがね、はいはい、結構いいですね、はい全然ベーコンだ、はい、はい、ベーコンもね、はい、しっかりいただいて、はい、それでは皆さん、はい、どうぞ。私も食べたいと思います。苦いね、匂いも。そうですね、うん、めっちゃ苦い焦げて苦いね、これ。そうなんですよ、単純に黄身は少し違う匂いがします。うん、茶色い汁があかんかったんかな、うん、あれ苦そうな色だったもんね。うん、あ、白身は確かに白身だ、白身は大丈夫ですうまっ結果ベーコンが美味しいということですね、はい、はい、というわけでダチョウの卵の目玉焼きでしたけども、思ったより味薄いんですよね、多分。だから焦げたところの苦味がより強く感じるんだと思うんですよね。飲んじゃったんじゃない？はい。非常にだって湯気出てるからね。そうですね。ちょっとね、はいはい、あ、確かに。確かめさせていただきます。これ。うん。白身マシやねん。黄身食べてじゃん。心が悪事に。何これ、コーヒーより苦い。ちょっとしか言ってない。そう。コーヒーより苦いですね。茶色い汁やべかったんだね。うん、でも黄身全然違うで、これ人間が食べる用の餌を食べた鶏の卵は美味しいと、うん、ダチョウと鶏サイズが違うからねこれは肉質も変わってくるよという。はい、なぜすらあんだけ硬かったの話でしょう。そうですね、うん、ベーコンいただいて。あ、うまベーコン間違いです。はい、というわけで大成功でした。はい、映え的に大成功でしたので、大成功でした、大成功でした。また次やるときは美味しく調理したいなと。次のキャンプの時は持ってきませんよはい、2周年の時にまたね、はい、ダチョウの卵企画やるかと思いますので、こちらよろしくお願いします。はい、ラジーさんのチャンネルではね、手堅いところをね、手堅くいきましょう。何かのプレートで、はい、チャレンジではないけど何かやるそうなので、まあ、映えるんじゃない。お願いします。カズさんはカズさんでね、また何かやるそうなので、はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。はい、それではバイバーイ。バイビー。チャークオスって作りました？うん、うん、これ本当便利で、コットン 100% の T シャツを缶に入れて焼く、うん、そう、綿100の閉じ込めて穴1個開けて焼くっていう、目の音、内側、内側、オッケー、目のファイヤー。これでもう始まってんの？これでもういいよ。始まってんの？え、もう始まってます。始まってるわ。燃えやすい植物に、はい、すごいね、しかし
ちょっとしけってますかね。いやいや、ややしけてる、まあね、まあ、本当もっとつく、はい、あの一瞬でつくはずなんですけどね。ちょっと最近ね、雨模様だったからね、ここ。そうですね、植物がしけってるのかね。え、もういけそうじゃないそれ。なんかちょっと一瞬マゴロクさんに見えた。マゴロクさん着いた着いた着いた。コミフレーム、やっと燃えましたね。ちゃんと火打ち石でできるんだね、あれ。はい、もうほんと最近これが楽しくて15,000円コミチンファイヤー。そうですね、おまけでした。